うわ全然読まんねえ。うわでかい。ドーン。この流れが込み入ってる時は BCS。 これ重さが可変できるミノーで、基本的にミノーってサスペンドとかスローフローティングとか好まれますけど、案外釣れるのが実はファーストシンキングでレンジを変えた瞬間とかね、そういう時にすごい効いたりするから、これは今ねちょっとレンジが入る重りのをこうつけてやって、ね、流れが速いからスコーンって流れてっちゃうようなタイミングでもこれでレンジを調整してやると案外あいたんだって感じでスコーンって食ってくれたりする時があるから、ミノーのジャーキングでそんなボイルとかはしてないけど多分待ってるやつはいると思うから、うん、こんぐらい流れてるとちょっと重い重りを入れても流れちゃったりするからね。もうね結構海とかにいたりするからね。今食ってきたよ。いるんだね。だから入れ方だけ調整すれば、エイトトラップみたいにしたっつこれ、ファーストシンキングモードじゃないと食わせらんないかな。今これちょっとこれでもまだ重い重りこの上にあるんですけど、この流れだからちょっとね飛び出しちゃう、こういう時に重りチェンジ、ね、ちょっとミノーが飛び出しちゃうなみたいなチェンジ。はい、魚は追ってくるけどちょっとレンジを入れたいっていう、まあまさにそんなタイミングになったんで、ここでですね重りをこれだな、一番ファーストシンキングの これでレンジを入れる。こうすると釣れるんではないか。
際の淀みとかもファーストシンキングにしてるから、短距離でちょんちょんと。ファーストシンキングモードにしてちょっとレンジを入れたらね、うれー釣れてー、よいしょー。これフローティングだと釣れなかったね、ちっちゃいけど。はい、ちょっとねレンジ調整入れて、今一番重い重りに入れたら、この流れの中でもしっかり泳いでこういう感じでね釣れてくれちゃうとね。フローティングだとね、この流れだとちょっと飛び出しちゃうんですよね。そこでのウェイトチェンジ、イエーイ、釣れたね。いるね。トリプルフックだから結構しっかりかかるね。よいしょ、ありがとう。ちょっと今重りの重さを入る重りに変えて、そんでもってちょこちょこやってたらね、反応するようになりましたよ。この流れだからね、上は45アップぐらいまで釣れちゃうんじゃないかなと思うんだけど。超往年の名作すぎる名作、ビーフリーズで小さなベイトを食ってるバスを狙っております。もう何年使ってるかわかんない2、30年選手、ビーフリーズ来ましたよ。サスペンドモデルね。いやー、流れの中にいたね。うーん。うわ、ガリガリガリクソン。ねえ、餌取れてないのかな。まあでもここ餌いっぱいいるから、いっぱい餌食べてね。イエーイ、ビーフリーズフィッシュ。やったね。ちょっと今ね、ビーフリーズで釣れたから、こういう固定重心のやつでね。こういうよどみシーバスなんかでもすごい釣れるミノーだけど、固定重心だからこういう流れの中でも動きが破綻しないっていう、ね、いや、やっぱこういう流れの中ほんとビーフリーズすげえな、ね、あの重心移動が入ってないから着水点からすごいもうバーッと泳ぎ出すからね。重心移動のだと、その最初のワンアクション目で重心の位置戻してっていう、その瞬間に結構流されてっちゃって空ゾーン終わっちゃうことがあるからね。こういう固定重心超釣れるミノーはポケットに入れとくと安心ですよね。本当ちょこまかちょこまかとね、誘うときに。これ今かつのあのクジャーね、大きな毛のやつ、これを手に入れたんでちょっと試してみたいと思います。なんかね、これを半分にちぎってとかでも釣れるみたいなんですけども、とりあえずこの吊るしの状態でね、これで魚反応するのか、いろいろ試してみたいと思います。それじゃあ、やってみまーす。クジャラ。さて、クジャラ。ちょっと表層ばっこしではない感じだから、重り、かましてみますかね。クイックチェンジャー。
これね、7g のクイックチェンジャー、この流れだともうちょっと重い方がいいかもしれないけど、まあちょっと 7g から。森天リグ風でやってます。どうかな、この木は。ふわふわしてたら、160もあるからちょっと抵抗がすごいな。小池13mm ね、出た時に一回使ってすげえ反応が良くて、それっきり使ってなかったから、久しぶりの小池13mm で食っちゃうバスがいないか。そんな虫食いバスがいる感じではないから、どうかな。とりあえず上のレンジから誘って、ダメだったら重りつけて森県リグにして、こんなとこいそうだけどな。あー、いるな、ノーシンカーで。これ釣れちゃうんじゃないかな。わー、この状況で食わないか。ではでは、重りしょわせて、今なんかすげえとこに見えバスがいたんで、トップだと食い切らないので、重りをすぐさま背負わせて、これ森県リグだよね。小池13mm の森県リグ。これ絶対バスだと思うんだけどな。
っしゃ、くっつぁ、くっつぁよ。おお、でかいか。うう、すごいね。高又リアルじゃないとなかなか。いろいろ入れたよ。いろいろ入れたけど、坂又バレないでほしい。うわー、全然弱んねえ。うわー、でかい。いやー、これはバレないでほしいな。どっかな、どっかな、どっかな。よいしょー、でかい。いやー、よっしゃー、坂又リアル。おお、バッチリ、ぶっとい。はーい、坂又リアルですねー。ねえ、これぶっとい。いやー、何入れてもなかなか今日反応しなくて、これね、坂又リアルに最後変えたらドカーンってね、食いましたよ、こんな。ねえ、このリアルカラーなんか効くんですよね。いやー、でかい。いやー、嬉しいな、これは。こんな感じのね、高又リアルでバーン、イエーイ。いやー、嬉しい。ダメだなと思った時こそ高又リアルで、タックルはですね、自分で作った、竿に SLX-DC の組み合わせ、で、あのハードブルの2号ね、にリーダーをつけて、で、結構リアクション気味の速い動きが出るようにしてみております。それでダーン、こんな感じですよ。ありがとうございます。イエーイ。閉じて、ジャスト50、ジャスト50ですね。ジャスト50。いやー、嬉しいな。50アップいただきました。イエーイ。はーい、50ありがとう。いやー、坂又リアル、これ釣れるとだいたいでかいんだよな。すげえよな。なんか小さいのが食い切れないで、通常の坂又よりあのリアルの方がプリンとした素材だから、より大きい坂又ってグニャンって曲がって、あの小さいやつも結構かかるんですけど、なんか坂又リアルってこのノンソルトマテリアルがこうちょっとプリンとした感じ、このこれでなんか大きいのだけ選んで釣れるような印象がございます。ねえ、いたなあ。ちょっとミノーとか入れて、で影が見えたから、なんだろう、あの、小池13mm、うん、小池 13mm 目の前に入れても食わなくて、どうしようかなと思ってリアル入れたらスコーンって入ったね。いるんだなあ。こんな流れ、こんな、まあでもこの流れの中で定点保持して待ってられるっていうのがいいのかもしれないね。ここノーシンカーだとすぐ流れてっちゃうから、今これ 7g のフリーリグにして、でちょいんちょいんって
さすがに2匹目の土壌はないか。ダウンショット小池13mm。よっしゃ、あ、バレた。よいしょ。おはい、小池13のダウンショットリグ。ちょっとね、森県リグとかノーシンカー効かなくて、こういう感じでクイックチェンジャーそのままダウンショットな感じにしたらようやく釣ることができました。いいね、13ミリフィッシュ、イエイ。いいね、元気だった。
おっしゃ、食った。おっしゃ。来た。いや、ちょっとわかんないんで。あ、ちっちゃいか。よいしょー。最後、サスペンドモードにしたら来ましたよ。ちょっとね、シンキングモードから今、表層ですごいボイルしてるのがいっぱい見えるようになってきたんで、ですね、これね、つけて見えるでしょうか。じゃらじゃらサスペンド、ファーストシンキングから変えたら、速攻でレンジがあって、ねえ、じゃあ逃がしてあげまーす。イエーイ。ちょっとレンジを合わせたら、よっしゃ、レンちゃん、あー、バレた。